いやー、沖縄暑いですね。今からマクドナルドに行ってきます。この前ソヨにドッキリ仕掛けられたんで、自分はサプライズを仕掛けようかなと思います。前回の動画見てない人は最初にそれ見てからがいいかもしれないですね。それでは行ってみましょう。ゲットしました。戻りましょう。見て、じゃじゃーん、わかるでしょ、もう見て。そうです、あんなに怒ってたじゃんね。もうかわいそうだったから買ってきたんですよ。どうぞ開けていいよ。見て見て、俺ご飯食いましたよ。普通言う、そういうのっていうか、なんか入ってきてのテンションが、まずハイビスカス、いやハイビスカスじゃなくてさ、えマジっすかみたいな、なかったの。おーって、確かに、いや確かになくて、あーもうダメだな。え、買ってきたね。これはちょっと人のこと考えて、もっとさあるでしょ。あーもうダメ、これは考えすぎてる。もっとシンプルに喜ぼうぜ。もう一回じゃあ行くから、テンション高いバージョンよろしくね。まったく、見て見て、なんだと、なんですかそれ、ちょっとまさか。そう、そのまさかです。あんなにさ怒ってたじゃん、なんかみたいな。食べたかったでしょ。食べたかったっすそりゃ。おお、そうマクドナルドじゃないんですか。中身分かってるよね。中身は絶対ナゲットじゃないですか、もしかして。そうですよ、ナゲットだったら絶対もっとテンション上がりますよ。じゃあ特別に、絶対ナゲットじゃない、特別に開けていいよ。いいんですか。うん、俺が買ってないのに開けていいんですか。もちろん。え、いいんですか、開けて。開けて。あ、ハイビスカスだ。そうそうそう、すごいなんか沖縄っぽくていいですね。え、開けますよ。見て。いやでも開けないで。でも俺確認してないから、またねあれかもしれんよ。一回見てみて。あれかもって何ですか。入ってないかもしれない。また違う。こんな重いのに入ってないんですか。もしかしたら。それは絶対ありえないですよ。見てみ。それは言い過ぎですよ。言い過ぎか。言い過ぎ、はい、それは。はい。そう。こう来て欲しかったんですよ。もう終わり。終わり。いや無理でしょそんな。まあ第一、持ってくるやつがテンション低いのにこっちが上がるわけがない。確かにな。いや俺が悪いな。そうです。そういうことで、これもう返してきてください。はい、はい、サプライズダメでしたね。失敗でした。やはり持っていく側のテンションが大事っていうことに気がつかされましたね。はい、まあでも喜んだ顔が見たかっただけなんですけどね。甘かったです。今度は喜んだ顔がお届けできるように頑張ります。それじゃあ。